ちゅうねおたきです。今日は実はね、2022年のラストランになるんですね。まあラストランつってももう淡路島まで来てるんで、四国目の前なんですけど、一応深夜割ね、12時をまたがないといけないというルールがありまして、割引があるんでね、降りれないんでね、動画を撮っております。いつもね、おたきをこういうふうに時間のね、隙間をついて動画を作っておるんですね。いろんな人に言われる、一体いつ動画作るんだとかね、時間あるのとか、言われるんですけど、こういう時間を使っております。で、今日はね、久々にカメラ紹介の動画になります。はい、こちらペンタックスの MX ですね、フルメカカメラとしては世界最初、今でもだと思いますけど、フルメカ一眼レフとしては世界最初のカメラになるようです、こちらの、カメラ紹介してまいります。はい、今回紹介するこのペンタックス MX なんですけど、先ほども言ったようにね、かなり工夫を凝らして世界最小一眼レフカメラを作ったということになりますね。まあ、このカメラのね、話をするときに、避けて通れないのはオリンパス OM-1 の話なんですけども、ペンタックスはね、一応小型軽量な一眼レフカメラのメーカーとして、まあ、有名だったわけです。ペンタックス SP とか SPF とかね。で、K シリーズ、KM とかね、KX とかになってちょっと大きくなるんですよ。そのタイミングでね、オリンパスが OM-1 を出してきたんですね。これがね、世界最小ということでね、カメラ、一眼レフカメラで世界最小カメラということで出てきたんですけどもね、今まで小型軽量コンパクトっていうのをね、売りにしていたペンタックスのね、お株を奪うという形になって、まあ、意地になったという感じなんでしょうけどね、ペンタックス MX を出してきたんですね。これ1976年発売です。で、かなり特殊なね、構造になってました。特にね、この上下、縦のね、サイズを縮めるためにね、このシャッター幕のリボンをね、幅広いリボンじゃなくて紐にしたらしいです。もうそこまでしてね、小型化するというこだわりようですね。でね、この小型軽量ということで今でも結構人気がありまして、感動品だと2万3万ぐらいの値段はついていくと思います。マウントはね、ペンタックスの K マウントになりまして、バイオネットマウントになりますね。そのスクリューマウントじゃなくてバイオネットマウントになって、まあ、すぐ、ほぼすぐなんですけども、K マウントはね、マウントを公開していって特許を取ってないということで公開していますので、いろんなメーカーが K マウントのレンズ出しておりますね。でね、結構故障が多いカメラになります。今回のね、カメラ、これヘボさんさんが、視聴者のヘボさんさんから提供いただいたカメラになるんですけども、提供いただいたのが実は去年の10月だったかな。もう1年以上になるんですよね。で、実はね、シャッター速度が不安定になっておりました。特に1000分の1はね、シャッター幕が開ききらない状態で、結構ね、何度もテンション調整をしてね、調整したんですね。で、現在もね、1000分の1秒はちょっと不安定なような気がしますが、今出てるかな？よ。あ、やっぱ出てないですね。うん。テンション引っ張ってもね、幕が全部開かないんですよね。開く時もあるんですけどね。まあでもね、こういう場合の時はね、その高速シャッターを使わなきゃいいかなと。いうことで、まあプラス思考でね、今回はね、夜とかね、室内、を、メインで撮ってきました。で、使ったフィルムはね、最近よく紹介しているマリックス、マリックスの400になります。このフィルムね、ベースっていうかね、ものはね、フォーマ400、チェコ共和国のフォーマ400になるんですけども、それをね、マリックスさんブランドとしてパトロールに詰めて販売しているものになりますね。でね、感度が出にくいフィルムなんですが、今回はね、一応ね、現像時間は、規定の現像時間で現像してきました。規定の現像時間だとね、だいたい ISO 200ぐらいしか出てないかなっていう感じなんですけども、どんな感じに映るのか、インドアとね、夜を撮ってきましたんで、で、暗い場面で有
コードでということでね、ペンタックス、M50mmF1.4、これいただいた時にね、ついてきたレンズになるんですけどもね、こちらを使ってきました。F1.4 のレンズで、だいたいね、ショッピングモールの中で主に撮ったんですけど、だいたい125/1の F5.6 ぐらいで、切ってきております。で、どんな感じに映ったのか、ここからは作例になってまいります。はい、作例になってまいりますがね、これ後ろの方のボケを見ていただければわかるんですけど、ちょっと2000ボケが発生しているように見えますね。こちらは開放で撮っております。で、ここからね、ショッピングモールの中なんですけどもね、このフィルムね、非常にストライクゾーンが狭いフィルムとなって、トーンが出にくいとか、ハイライトシャドウが飛んだり潰れたりっていうね、ことが多いんですけどもね、ご覧のようにね、ショッピングセンターぐらいの中の光ではしっかりトーンが出るんですね。光の強弱が、つきにくいところはこのような雰囲気がいい写真が撮れます。このような状況で撮る場合はむしろね、トライ X とかね、そういうフィルムよりも雰囲気がいい写真が撮れると思うんで、インドア派の方とかね、夜を狙う方は非常にね、使いやすいフィルムになっておると思いますね。ISO200 で撮影で、しております。こちらはね、録音時間6秒ぐらいだったんで、ちょっと長かったかなって感じですね。で、ご覧のように、これ雪が降ってるところなんですけどね、しっかり映っております。開放で60/1ぐらいで撮りましたが、まあ、このぐらいの写りなら、まあ、なんとかなるということで、ISO200 で撮影しております。現像時間はね、富士スーパープロドール、50% 希釈で20度で8分間現像しています。だいたい D76、コダック D76 で、現像、ストックで現像するのと同じぐらいの現像時間になるので参考になると思います。こちらね、マリックス400のフィルムをね、使う方、ぜひ参考にしてみてください。で、今回はね、50mmF1.4 で撮ってきたんですけど、まあ、2000ボケが出ていたようにね、ペンタックスのレンズとしては、ボケはね、そこまで綺麗じゃないかもしれません。ボケがね、有名なのはやっぱりね、F1.8、SMC ペンタックス、M でもそうですけど、スーパータクマーとかね、タクマーとか、その辺のね、55mmF1.8、このレンズがね、ボケが綺麗なのは有名なんですが、やっぱ 1.4 ってね、ちょっと設計が難しくなるっていうかね、やや無理があるようになってくるんで、各メーカーともね、開放 F 値が 1.4 のレンズよりは、1.8 とかね、F2 のレンズの方がね、背景のボケは綺麗に出たりするんですけども、まあ、状況によってはね、こちらのボケの方がいいということもあるんで、絶対にそっちのレンズがいいというわけではないんですが、まあ暗いところで撮る場合は当然ね、ちょっとでもね、開放 F 値が明るい 1.4 の方が有利にはなってきますが、やっぱ大口径レンズでね、設計が難しいんですね。はい、そんなわけでね、今日はこのペンタックス MX の紹介でした。ゲットするっていう方ね、ジャンクはあんまり狙わない方がいいかなと思いますね。整備品はでもね、結構人気があって高いので、お金に余裕がある方こんな言い方するのもなんですが、お金に余裕がある方が、狙ったいと思います。ちなみにこのペンタックス MX 以降ね、もうペンタックスはフルメカカメラ出してないと思いますね。これが最後のペンタックスのフルメカカメラになると思います。このサイズでね、フルメカ機っていうのはちょっとやっぱ無理があった可能性がありますね。まあ、オリンパスのね、OM-1 の方はね、そんなにトラブルは出ないと思うんですけども、まあ、他のね、ニコンとかキヤノンに比べたらややトラブルは多いと思いますが、ペンタックスの MX はさすがに小ささにこだわりすぎたかなって感じですね。この後のカメラはね、電子化していくので、ちっちゃくても壊れにくいとは思います。はい、今日はね、カメラ紹介はこんな感じで、ここからはね、いつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはケンタロウさんですね。こんにちは、ケンタロウです。作品投稿させていただきます。先日京都に行った時の一枚です。ケンニンジ
って読むのこれの天井画です。カメラはライカ M3 ズマロン 35mm フィルムはトライ X ですね、SPD で自家現像しました。光がない苦しい局面でしたが、柱に持たれて手ぶれを極力防ぐようにして頑張りました。フィルムでもまだまだいけると感じた一枚です。寒さが厳しい今日この頃ですが、オタッキーさんもくれぐれもお体ご自愛ください。先日のソニー α7 とマリックスの動画は私にとって素晴らしいクリスマスプレゼントとなりました。それではということですね。で、作品なんですけど、これがすごいいいんだな。あのね、光が真ん中にしか当たってない、これ天井画なんでしょうけどね、それがものすごいいい雰囲気を出しておりますね。これ手持ちで撮ったんだ、頑張りましたね。かなり暗い場面だとは思うんですが、いい感じに映っておりますね。なかなか印象的になっております。ケンタロウさん、投稿ありがとうございます。次はオンドリさんの、作品ですね。オンドリです。お仕事ご苦労様です。この度はタイトル画面に選んでいただきありがとうございます。調子に乗って2枚投稿させていただきます。1枚目はタイトル、ウェルカムオブジェ、神戸三宮にスナップに出かけた時のレストランの入り口のウェルカムオブジェとして置かれていたものです。機材はミノルタ XE MD6 コール 50mmF1.7 富士業務用100、カラーネガフィルム期限切れ SPD 元気でモノクロ現像処理をしています。2枚目はタイトル、夜に佇む女性の像です。機材はニコン F6 AF ニッコール 35mmF2D で、フィルム現像やは XE と同じです。手持ちの限界の照度で何とか見られるかなと思っております。体調に気をつけて年末を乗り切ってくださいということですね。で、作品なんですけど、1枚目から、これね、ウェルカムオブジェということなんですけどもね、これお酒とはかりですね。これでオブジェなんだな。ボケはね、結構2000ボケも目立っておりますが、こんな感じなんですね。ロックオールの 1.7 で、2枚目はニコンのね F2 なんですけども、こちらは自然なボケが出ておりますね。それにしてもどちらもね、期限切れカラーネガフィルムをねモノクロ現像したということで、しっかりコントラストも出ていますね。普通に使えるんですね。いやー、びっくりです。オンドリさん、投稿ありがとうございます。僕もね、一応、カラーフィルムをモノクロ現像したことあるんですけどね、あんまり本腰入れてやってないんですよね。で、ものすごく参考になります。次はね、ヨッシーさんの投稿ですね。こんばんは。作品投稿させていただきます。タイトル、朝もや。佐賀のローカル線に沿って車を走らせていたところ、横を2両編成のディーゼルカーが走っていきました。次の駅の駐車場に駆け込んだところ、なんとか撮ることができました。カメラはライツミノルタ CL、レンズはロックオール 40mmF2 です。40mm には厳しい距離でしたが、トリミングした方がいいかもしれませんが、これはこれで朝もやの中去っていく車両が印象的だと感じています。話は少し変わって、オタッキーさんのチャンネルでモノクロ現像を知り、数えたら2年間で150本現像し、それすごいな。その間のメインの現像駅は D76 でしたが、次のメイン候補を探したいと思い、今回は初めての SPD です。なかなか感触を得ています。フィルムはケントメア400です。今後もフィルムもデジタルも楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは良いお年をお迎えくださいということで、ありがとうございます。で、作品なんですけどね、光はね、朝もやということで光はないんですけどもね、寂しい駅の雰囲気がよく出ておりますね。ただね、トリミングはちょっとね、400のフィルムなんでね、トリミングすると結構流浄感が出てしまうかな。一応ね、トリミングした作例も出しておきましょうか。こんな感じになりますね。SPD なんですけどもね、あんまり荒っぽく攪拌すると結構流浄感が出やすい現像液になりますので、ちょっと緩めにね、回してやってください。現像時間自体はね、D76 のストックと 50% 希釈、D76 ストックと SPD 50% 希釈がだいたい同じような時間になりますので、D76 から乗り換えでもね、十分対応できると思います。もう D76 が国内販売もないんだっけ？もうなくなるっていう話ですよね。現像液をね、調達するのもなかなか苦しい時代になってくると思いますね。はい、ヨッシーさん、投稿ありがとうございます。現像どんどん頑張ってくださいね。次はね、タコ丸さんの投稿です。おはこんばんちは、タコ丸です。秋の紅葉、あんまり満足に取れなかったなと感じながら、仕事が繁忙期の12月もあっという間に過ぎて、もう年末。およそ段取りもついて、今日はのんびりした休日でした。俺のカメラのコーナーにも投稿させていただきましたが、作品投稿のコーナーにも投稿させていただきますね。タイトル、また来てくれた冬の使者。12月初旬、新潟県三条市、イカラシ側のほとりの平市、白鳥の
5公演の、での1枚です。この頃はシーズン初めなので、まだ数が少なく寂しい感じでしたので、雪が積もった頃にまた撮りに行こうと思います。カメラニコンニュー FM2、レンズ AIAF-S2=300mmF4D、IFED、フィルムが富士カラースペリアプレミアム400。年末年始と寒波がたびたび押し寄せるようですが、おたきさんはお仕事ですか？くれぐれも、運転を気をつけてください。良いお年をということで、おたきは今日がラストランになっております。今日はね、ちなみに、12月の28日になっております。で、作品なんですけどもね、これね、富士スペリア400ということなんですけど、なかなかいいディテールが出ていますね。露出はね、ちょっとだけオーバーだったと思います。それが好結果になっているんだと思います。多分ですけど、非常にいいディテールですけどもね、ちょっとね、できれば1話に絞りたかったとこですが、まあ、こんな感じなんですけどね、白鳥はちょっと狙ったことがないんでよくわからないんですけどもね、もうちょっと長いレンズも欲しかったかなという感じですかね。はい、タコマルさん投稿ありがとうございます。でね、今日のね、作品投稿実はこれ4名で、これでね、投稿が切れております。作品投稿のコーナーね、投稿が切れておりますので、また何か、投稿ありました、写真がありましたらね、どんどん、投稿してください。で、タイトル画面なんですけどね、非常に迷っております。ケンタロウさんの作品とオンドリさんの作品で非常に迷っておりますが、ケンタロウさんの作品行きましょうかね。これね、非常に印象的に撮れた天井画なんですけどね、光の具合が非常にね、印象的で、真ん中だけ光が当たって周辺がね、落ちているというね、非常にいい感じで撮れております。頑張って撮ったということもありまして、こちらの方ね、タイトル画面に選ばせていただくと思います。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、ジョンさんの俺のカメラ初投稿ですね。中年オタッキーさん、こんにちは。はじめまして、ジョンと申します。今年からフィルムカメラを始め、オタッキーさんの動画を楽しく拝見しております。俺のカメラのコーナーに投稿します。ヤフオクでジャンクとして落札したフジカハーフです。届いた時はシャッターは切れるものの、レンズのファインダーはだいぶ汚れており、露出系やセルフタイマーは動かずといった状態でした。分解して清掃注意するとレンズやファインダー綺麗になり、露出系とセルフタイマーも固着していただけで動くようになりました。しかし分解する際に針側がうまく剥がせず破けてしまったため、どうせならとアマゾンで売っていた本物の木からできているという木目シールに貼り替えました。可愛らしい雰囲気になり結構気に入ってます。ちなみにレンズキャップはついておらず探したんですが、たまたま購入したコニカの期限切れフィルムのフィルムケースの蓋がぴったりサイズでしたので、そのままレンズキャップとして使っています。年末でお忙しいと思いますが、どうぞお体にお気をつけくださいということでね、作品なんですけどもね、これ本当に可愛いですね。で、キャップがね、コニカのフィルムキャップがそのまま使えるということでね、フジカハーフ、フジカドライブもおそらくね使えると思うんで、参考にしていただければと思います。おたきもフジカドライブ持っているんでね、早速レンズキャップしようと思います。これいい感じですね。なかなかシックでね、今木でできているカメラみたいに見えますね。こちらのね、写真ね、後ろのモミジの落ち葉もね、なかなかいい雰囲気になっておりまして、光もいい感じですので、俺のカメラのコーナーのタイトル画面に使わせていただこうと思います。ジョンさん、また投稿よろしくお願いします。はい、でね、今日はね、やったやっちまったコーナーとか他のコーナーは、お休みになっております。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。でね、マリックスフィルムさんの方なんですけど、先日ね、ツイートさせてもらったんですけどね、北村さんの方がね、店舗で現像をね、受けない、ミニラボでね、現像を受けない方向になりつつあるということなんですよね。でね、工場では現像を受けるということで、ラボ出し特殊現像ということになるらしいんですけど、今ね、マリックスフィルムさんの方がね、北村さんの方に直接直談判していると思うので、そのうちミニラボで現像できるようになるとは思います。まだ続報の方をね、待っていただければと思いますね。結構ね、オタッキーはね、マリックスね、フィルムの、社長さんと繋がっておりますので、何かね、ありましたらね、オタッキーの方にね、質問の、コメント欄の方でもいいですし、オタッキーのね、中年オタッキー2の方の DM でもいいんでね、報告していただければと思います。で、ここの店は現像できるよ、ここの店は現像できるよっていうのをね、オタッキーの方にね、言っていただければね、シェアしていきますので、現像可能点の方もね、ぜひ、報告を
ていただければと思います。今のところね、ネット現像、で受けているところはね、大体受けてくれるんじゃないかなと思います。格安でね、現像を受けているネット現像の方ではね、普通にマリックスさんの現像をね、受けていると思いますので、臆することなく買ってください。で、一応ね、もし、怖いなっていう人がいらっしゃいましたら、問い合わせてからね、ネット現像とかに問い合わせて、現像できますかみたいな、問い合わせてから買うのもいいかもしれません。マリックスウィルムさんの方ね、購入する方はね、オタッキーのこの動画の説明欄の方にもリンク貼っておりますし、メルカリの方でも販売されておりますのでね、どちらか好きな方で購入していただければと思います。できればね、どんどんね、入荷が増えて、お店で売られるようにね、なってくれれば本当に嬉しいと思ってますけどね。はい、そんなわけで今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。高評価コメントの方ねバンバンお願いします。高評価の方はねもうポチッと押すだけなんで今すぐポチッと、コメントの方はね、たくさんいただければいただくほどね、動画がシェアされやすくなっていきますので、何か感じたこととかねありましたらコメントお願いします。質問とかでもね、いいんでねどんどんコメントください。で、チャンネル登録ね、一応ね6000名がね目の前になってきてるんですけど、ちょっと前に比べればやや失速中です。あと2ヶ月かかるかかからないくぐらいでね、チャンネル登録6000名になっていくと思うんですけども、チャンネル登録6000名に到達しましたら、先日紹介したねニコン F4、135mm 28135か35135だったっけの、レンズをねセットでねプレゼントしようと思っていますので、チャンネル登録をね、ぜひぜひやってね、お待ちください。で、6000名に到達するとすぐにカメラプレゼントの動画作りますので、通知をオンにしてお待ちください。はい、今日の動画はここまで。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。